皆さん、こんにちは。こんにちは。健康と美容を届けるオフィスまゆみチャンネルのあやちゃんです。まゆみちゃんです。イエーイ。はい、今日はまゆみ社長をお迎えしてですね、聞きたいことがありまして、はい、ひとりさんに教わった商売のコツをお届けしたいと思います。もう商売のコツといえば、もうとにかく一番商売のコツで。ひとりさんに言われたのはあれだよ、お金かけない。ああ、そうですね。そうそう、だってね、お金かけなければね、元手が例えば本当に元手ゼロだったらね、1円からもう全部儲けなんだから、ね、とにかくお金かけないっていうことを言われました。なんかそのお金をかけないっていうのが、私が知ってるのはこのマルカン茶のこのロゴですとか、マルカンのお店のロゴ、これはまゆみ社長の字だっていうことは見たことあったでしょ。これなんかね、書いてみたいに言われて、はーいって言って書いて、こうやって書いたら、なぜか知らないけどそれがこのなんかマルカンの商品のものに採用されるって普通なくないですか。普通ほらデザイナーさんに頼んだりするとすごいお金かかるからね。そう、マルカンってすごくて、それが得意な人がやって、おいいじゃんいいじゃんみたいな感じで、しかもほら近くにいる人だと、もうちょっとこうやって書いてとかね言われると、おいよとかっていうノリでやってて、お金かけない。だってさ、ひとりさんが一番すごいじゃない。だってね、自社ビル持たない、あとは自分の工場とかね、研究所はね、日本漢方研究所っていうけど研究員はね、ひとりさんだけだからね。だからこれ研究員さんがいたら大変だよ。そうですよね、確かに本当に。マルカンの商品がね、本当にさ、値段がもう内容成分から言ったらとんでもなく高くなっちゃうようなものが、もう本当にすごいね、皆さんが買いやすい値段になってるのって、本当にそのいろんなところのね、自社ビルを持たないとかいろんなところをそぎ落として、そのね、全てを何をガーってやったことのひとりさんの愛だからね。そうですね、なんか本社もすごいですよね、置いてる椅子とかも。あ、今ね、今綺麗だよ。今綺麗だけど、昔本当に私がひとりさんの仕事始める頃とかに行ったら、なんかね、部屋のとこにベニヤが貼ってあるみたいになってて、ひとりさんここすごいね、こうベニヤってすごいよねみたいな、床がね、ベニヤ板みたいなのですごいよねって言ったら、前に分かってないねって。この下は大理石なんだよって言って、絶対嘘だって言ってたんだけど、本当にね、お金かけてないの、内装とかにも。すごいですよね。本当に、私でも、この前その話をしてて、どれだけ本当に社長たちが最初にお金をかけずにやってたかっていう話をまゆみ社長に聞かせてもらってた時に、一番面白かったのは花江社長の看板の話が。そう、すごいよ。花ちゃんが私よりもね、先にマルカンの社長さんで始めてたら、ひとりさんがね、花ちゃんのお店に、栃木のお店とかに来た時にね、看板ね、プレゼントするよって言って、わーとかって思ってたら、段ボールの切れ端に日本漢方研究所って書いて、ほら看板だよって言って、段ボールの紙に書いたのをはいって言って渡したんだよ。だからね、本当にお金かけてないの。だってね、看板で入れるわけじゃないからって言って。もう笑うでしょ。で、本当だからそれが脈々と続いてて、花ちゃんがお見せして、みっちゃんがして、純ちゃんして、私がしてとかっていう時も、お金かけてないっていうことに徹底してるから、一応まあ通販がメインだったんだけどね、買いに来る人もいるんだけど、何にもお店の中してないのね。それで、お店の中が殺風景なんだけどってひとりさんに言うと、段ボール積んどけって言って。おいで、商品とかもほらもうね、並べたりとかするのも大変だから、もうね、段ボールいっぱい積んどいたら、あ、景気いい店だなと思うし、荷造りしたね、紙袋ね、ほんとにもういっぱい出荷してたから、それを置いとけばね、景気がいい店だと思われるから大丈夫だよって言って。だからね、マルカンのお店っていまだに商品もなんていうの、いっぱいこうね積んどくとかっていうよりも、もう空箱でいいんだよとかって在庫ですね。空箱でいいんだよで、この前お店さんに聞いたら、だから在庫置かずに空箱を積んでてこう商品もらうから、お客さんに「それさ飲んだら空箱いらないよね」って言って「空箱ちょうだい」ってお客さんからもらってんの。もう脈々とさ、取り扱い店さんにまで行き渡ってるね。そう、空箱集めるためにお客さんの飲み終わったのももらって「ちょうだい」って言って積んでたんですね。でもほらね、やっぱそうに飾っとくのとかも、ひとりさんが言うのは在庫とかもいっぱい持つとかよりも、ほらずっと置いてたのをさ、あやちゃんに古いやつをそっと私が売るよりもね、やっぱね、いついつ取りに来るねとかって言って一番新鮮なのを渡す方がいいし、やっぱ物余りのね波動が出ちゃうと良くないし、やっぱね、だからうちは在庫を持ちなさいとかっていうよりも、売れる分とかお客さんから予約いただいた分とかをとにかくね頼めばいいよとかって言ってて、そうするとお金かかんないからね。そうですそうです、本当に。なのでもうマルカンの今の特約さんしてくださってる方の特約店さんのシステム自体も本当に経費かけなくってできるようなシステムになってる。だってね、玄関とかマンションの中でもね、別にお店じゃなくてもね、どこでもできるよって。ひとりさん本当になんていうのがやりたいんだったら、別に会社を勤めしててできないんだったら、土日お休みな時に何時間だけでもいいんだよとかっていう、もうすごい頭が柔軟だからね。でも自分が本当にやりたい時って何歳のこうじゃなきゃできないとか、お店はお店を持たなくてはできないとか、いっぱい商品をなんていうの知ってなきゃできないとかねっていうことって全く関係ない。そうですよね。本当にそうだと思います。なんかこうそのお話を聞いてる方は結構特約さんされてるんで、玄関店とか言って玄関に棚1個だけ置いて、そこに商品置いてやってくださったりとか、お店されてる方もめちゃくちゃ小スペースでできるからいいよとかって言ってくれる。だってね、主婦の方とかすごいいるしね。主婦の方も結構いらっしゃるので、お家でやれるからすごいね、子育てもしながらできるのでありがたいです。いや、主婦の人は逆にさ、なんで機動力があったりするからね。しますわーってさ、自転車乗ってスーパー行った時に「すごいいいのがあんのよ」とかって言ってね、スーパーでも声かけてるって言っちゃいました。そうね、まあ自分がね声かけやすいお友達からね言ったりとかっていうのもあるだろうし、だけど本当ね、なんかまあマルカンはやっぱ一番お金かけないってことかな。やっぱひとりさんが本当ね、商人の大商人だから、お金儲けの天才だからね、やっぱりねお金がかけなければもうそこから利益が出てくっていう、だから商売でもやっぱね、売れてるっていうことよりも利益がどれだけ出るかっていうことをすごい言ってるからね。だから前の社長もこうお店探す時も京都のここじゃなかったんですよね。最初は違うもっと大阪に一番近い方の長岡天神っていうところの駅だったんだけど、なんかそうしたらね、京都の人に言われたのね。京都の市内のねツアーのお客さんに「なんでそんな田舎に店を構えたの?」って言われて、でじゃあ長岡天神でね、京都駅まで急行で20分もかからないですもんね。だからめちゃくちゃ私からすると全然田舎じゃないんだと思う。すごい田舎育ちの私からすると山歩いてたからね、福岡でね山をね。そうだけどそれ言われた時にええと思ったのね。だけどその時にお店を選ぶ時も一応ひとりさんにね、どんなとこがいいかなって聞いたら、ひとりさんが言ったのはお金かかんないところでね、お金かからないところがいいよって言って、で要は家賃ってね固定のお金がかかるわけだからね、どこでもいいよって、まゆみが好きなとこにしなって、だけどお金かけちゃダメだよっていうのだけ言われたのね。だから本当に選んだとこが畑の横でマンションになんかマンションの2階建てか3階建てぐらいの工庫みたいなところ、そこの1階だったのね。だからそれで中ね、コンクリートの打ちっぱなしだったので、お金かけちゃっていけないって言うから、本当にお金かけないでそのままにしてたの。だからね、冬結構寒いの。そうそう、冬結構寒くて、それで上着とかを落とすとちょっとね白くなっちゃう。でも楽しかったよ。ほいでなんかね、やっぱほら若くて、まあ、仕事ね自分でお店借りてやったりとかしてたら、 NTT の当時のね NTT の電話とかを入れたりとかしたら、すごい私のことをね、自分で商売なんかしちゃって、もう多分ね1ヶ月ぐらいで潰れるんだと思ってたみたいなの。そのね NTT の担当のね男性2人、おじさまなんだけど、あれはね、なんかね必ず私が結構夜までね荷物詰めたりとかして、商売大繁盛だったので荷物一人でね、夜中の結構11時ぐらいまで荷物詰めたりとかしてたの。いや、それが楽しくて詰めてるんだけど、そうするとね必ずなんかねトントンってくるわけ。怖いでしょ。誰と思うと、その NTT の人がちょっとねほろ酔いになって「まだ電気ついてるからどうしたのかと思ったよ」とかって言って「いや商売大繁盛で荷造りしてんだよ」とかって言うと「そうかよかったな」とかって言って、ちょっとお酒臭い2人がそこに座ってて温かく見守ってんだけど、いや別に大丈夫と思うような感じでめちゃくちゃ楽しかったよ。そうで、必ず時々定期的にね来てくれる。で結構だからねこっちに来る時も市内にねお店移す時もすごいお世話になったし、その後もずっとお世話になってた人なんだけど、もうだからねありがたいね。だけどお金だから全然かけなかったですね。もうだってそうそう、必ず、あ、これいいの、まだ喋ってる。車とかも私たちね伝統の儀式みたいなのがあって、最初みっちゃん先生がなんだっけな、自分のところから群馬のお店に車で通ってたんだけど、その時にちっちゃいコルサっていうね車に乗ってたのね。そしたらそれを乗ってて、でその後にみっちゃんもねがっちりもうね商売大繁盛して外車を買ったんだけど、そしたらそのコルサちゃんは出世車なきゃ私たちからしたらね。そしたら次にじゅんちゃんが、千葉社長がね岐阜で仕事始める時にじゅんちゃんに譲ったの。ただじゃないよ、たぶん。そんな高い値段でそれを譲ったの。でこれは純ちゃん出世車だよとかって言って、で私なんか純ちゃんが仕事する時ほら仲良しだったから、一緒に純ちゃんが岐阜行く時にもうなんか朝だったんだけどって寝てたんだけど一緒になって行ってね、でなんかちょっとお店用意するの手伝ったりとかしたんだけど、それが出世車だったのね。で私が今度京都で仕事する時は忠雄ちゃんが私の車を中古車を買ってくれたの。そうね、ちっちゃい車を。それでそれに乗ってたんだけど、そしたら今度忠雄ちゃんが仕事する時には私のその車を出世車として忠雄ちゃんに譲ったの。すごい。そうなんですよ。だからね結構そういうのが本当にお金かけないね、で儲かった時に初めて、その時にこうね自分の中で欲しいものとか買うのはあれだけど、まずはひとりさんの中では欲しいもの買うのは全然言わないんだけど、ただ商売で無駄なお金を使うことは絶対にダメって。そうするとね商売で赤字出しちゃうとか損しちゃうっていうのは自分の生活に直結することだからね。だけど自分の好きなもので稼いだ時にこの指輪買ったりとかね、いろんなことするのは自分に対するご褒美っていうか、だからね本当にまず商売でお金かけない。でお金かけないでやれればね、だって万が一だよ、万が一失敗してもリスクゼロだからね。本当にそう、本当お金最初にね投資しちゃったら元取んなきゃと思うし、例えば借金とかしちゃったら返さなきゃって思うけど、最初にお金かけないである分でね始めるとか、全くお金かけないで始めればね、ああこれ向いてないなとか、ああこれはもうね、やめようとかって思った時も全くリスクゼロだからね。そうなんです、そうなんです。だから本当皆さんが今住んでるところで開始、あ、じゃあお店借りなきゃとかじゃないので、全然もう住んでるところでできますので、ぜひぜひ皆さん。そうね、本当にで今って特にコロナになってからね、皆さんなんかこうなんていうの、そういう販売するとかっていうのもお店を持ってないでもっていうことに気づいたじゃない、いい時代でね。そうですね。なんかこうSNS で自分のねお店をこうアピールしたりとかもできたりする。ただでなんかいろいろ宣伝できる手段が今はありますね。だから本当にお金をかけないっていうのが一番正しい時代になってきたからね、なんていうのかな、こういうものを用意しなきゃとかっていうのではなくって、自分が好きなことだからね、挑戦してやってみるとかね。はい、ということで今話したように元手はかけずにやっていただけますので、銀座マルカンの特約店ですね、マルカンの商品販売したいなって興味がある方は、まずもう資料請求無料でどなたでもできますので、概要欄から資料請求をよろしくお願いします。私たちの愛を込めて送ります。でも本当なんですよ。この前も送った方からこんなに愛がに溢れた資料をびっくりしましたってコメントが来てて、またお電話の方とは別の方でまたいただいてですね、はい、どんな資料かは請求すればわかります。でも本当にね、送る前にあれだよね、くじ切りしていいエネルギーを入れてるんだよね。はい、くじ切りしたり、激務援軍もバッチリ送って、いいエネルギーにしてから送らせてもらってますね。こんな怪しい会社ないですね。怪しい。本当だからね、届くものがね、届いた時にいいエネルギーが届いてね、その時に感じていただければいいなと思ってますから。はい。お気軽に資料請求してください。はい、ということで今日はありがとうございました。どうかよかったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんこんにちは、オフィスまゆみの大西まゆみです。今日の動画いかがでしたか？ここからは大西まゆみが大開運シールのご案内をさせていただきます。はい。毎月ね、商品をご購入の方にですね、こちらのひとりさん直筆の大開運シールというのをプレゼントさせていただいております。毎月ここのねお言葉の内容が変わるので、ぜひね毎月集めていただきたいと思います。今月はこちらの3枚のお言葉のシールが入ります。今日一日一生懸命生きよう、明日のことは考えないで、いつも笑顔でいるあなたに悪いことは絶対に起きない、ありがとうを言うから人間っていうね、こちらの3枚をプレゼントさせていただいております。ぜひねこのシールを集めて開運してください。はい、ということでね、今日はですね素晴らしい波動を皆様にお届けしたいと思います。イエーイ。それではいきますよ。しっかりと受け取ってくださいね。ではいきます。ひとりさんの大開運、ひとりさんのうちでの小槌いきます。イエーイ。この動画を見てくださった皆様なら大丈夫、なんとかなるな